K スターチャートプレゼンツポップコーントップ10フライデー、ファン投票と連動した K-POP オリジナルチャート K スターチャートの提供でお送りします。新年明けましておめでとうございます。 AKB48 本田仁美です。さあ年が明けて少し経ちましたが、皆さん年末年始どんな風に過ごしましたか？今日は2024年最初の放送ということで、ちょっとした抱負を話しましょうかね。そうですね、目の前のことで言うと1月の26日に行われる卒業コンサートが無事に大成功できますようにっていう願いと、あとはそうですね、また新たなスタートということで、これからもっと活躍した姿をお見せできる一年にしていけたらいいなと思います。これからもよろしくお願いします。そしてお気づきの方も多いかと思います。新しい年になって番組のタイトルが K スターチャートプレゼンツポップコーントップ10フライデーに変わりました。投票は今まで通りアイドルチャンプのアプリからなんですが、 K スターチャートという新しいチャートの名前がついてさらにパワーアップしましたよ。毎週の投票の結果は K スターチャートのシーズンチャート、上半期チャート、年間チャートにも反映されます。詳しくはアイドルジャンプのブログや番組の公式 X をチェックしてください。番組ハッシュタグはカタカナでポップコーンです。 K スターチャート皆さんにも覚えてもらえたら嬉しいです。まだ私もちょっと言い慣れないかもしれないんですが、なるべく噛まないように言えるように頑張ります。では今日の1曲目は、そうですね、こちら後で選曲理由をお話ししたいのでとりあえず聞いてもらいたいと思います。アイズワンで Hey by Like It。1の Hey by Like It です。はい、こちらの曲を選曲した理由は、歌い出しが私ということもあって、新年一発目に私の歌声を届けたいという思いと、あと Eyes on Me というコンサートをやってたんですけど、その時の一番最初のオープニングの曲もこの曲だったので、新年にぴったりかなと思いこちらを選びました。さあここからは K スターチャート This Week's Top 10、アプリアイドルジャンプの投票機能と連動した K-POP のオリジナルチャート K スターチャートの結果をお届けします。今回は昨年末に投票を締め切ったランキングになっています。それでは K スターチャート This Week's Top 10 12月25日付のランキングです。まずは第10位から6位まで一気にご紹介しましょう。第10位、シジリー。第10位は前回5位からのダウン、ラキでラッキーラキ。こちらの曲も収録されたファーストソロアルバムのタイトルラキストは、ラキとアーティストを組み合わせた言葉でソロアーティストラキを世の中に広めたいという思いが込められているそうです。第9位、クビー。クビー君だ、夢を乗るために瞬間目を表情
第9位は初登場です。韓国のバーチャルアイドルグループプレイブでメリープリスマス。クリスマスではなくプリスマスと思ったら、プリとはですねプレイブのファンの呼び名なんだそうです。かわいいですね。第8位、パリー。第8位は前回7位からのワンランクダウン、アストロジンジンで Wave in my heart フィーチャリングユンフェイ。9週連続のランクインです。ジンジンさんも出演するミュージカル愛の不時着の上演までおよそ1ヶ月ということで、年末年始もきっと稽古でお忙しだったのかもしれないですね。第7位、チリリー。楽しんでおの紅白にも出場しました JO1 でレディオビジョン。前回8位からのワンランクダウンではありますが、13週連続のランクインです。すごいですね。ではここで突然ですがリスナーの皆さんにクイズです。 JO1 は何人組でしょうか。チチ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 ン。答えは11人組でした。テストに出るかもですよ。第6位、ユユミ。第6位は前回と変わらずゾディアックでファーストスノー。それではまたしてもクイズです。ゾディアックは何人組でしょうか。チチ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 ャン。答えは9人組でした。21歳が3人、23歳が5人、26歳が1人で合わせて9人組です。ということでまずは10位から6位までをお届けしましたが、メンバーの人数当てクイズやってみたんですがどうですかね。面白いですけど難しいですよね。ちなみにバーチャルグループプレイブは5人組です。皆さん全問正解できましたでしょうか。それではランキングに戻りましょう。 K スターチャートThis Week Stop 10、続いて第5位の発表です。第5位、オーイは前回の9位から再浮上、20でハートリス。20は2023年のベストソングを決めるソングオブ2023で3位にランクインしていました。20が何人組かはちょっと簡単ですかね。答えは9人組。一番若いメンバーなんとまだ18歳です。若いですね。それでは第4位は、第4位、サビね。第4位は先週と変わらずワンパクトでマストビーナイス。はい、ワンパクトは何人組か皆さんわかりますか。じじ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 ゃん。答えは5人組でした。プレイブとワンパクトは5人組。ちゃんと覚えられましたか。それでは今週のトップ3に行きましょう。第3位は、第3位、サミー。輝く星の先に手を伸ばせ、夢の先の夢に手を伸ばせ、飛び込んだ新しい頃
第3位は前回1位からのダウン、エンサインでニュースター。東京都のラジオネームかおりんごさんからは、エンサインを押しています。リーダーは沖縄県出身和田くんです。メンバー全員がすごく仲がいいところが大好きです。歌よし、パフォーマンスよし、美術よし、性格よし、お笑いもいける最高のグループですというメッセージをいただきました。お笑いもいけるんですね。ちょっと気になるな。それでは今週の第2位は、第2位、イーミー。前回3位からのワンランクアップ、 SF9 フィヨンでハッピーバースデー。フィヨンさんといえばソロデビュー曲ドライブ5がソングオブ2023で5位にランクインしていましたね。タイトル通り誕生日にぴったりな歌詞とメロディー、誕生日会の新たな定番ソングになるかもしれません。 AKB だと誕生日といえば涙サプライズのイメージがあると思います。それでは K スターチャート This Week's Top 10、K スターチャートという名前になってから初めての1位は、第1位、イリー。1位は初登場、ユンソビンでグッドモーニング、グッドナイト。チャート This Week's Top 10、 第1位に輝いたユンソビンでグッドモーニング、グッドナイトです。初登場での第1位、おめでとうございます。プロデュース X101 に出演していたユンソビンさん、先月12月14日の前日13日にサプライズでこちらの曲をリリースしました。ファンの方にとっては嬉しい逆プレゼントですよね。というわけで今週もたくさんの投票ありがとうございました。以上、Kスターチャート This Week's Top 10でした。この後は、ステイシーがポップコーン2回目の登場です。
K スターチャートプレゼンツポップコーントップテンフライデー、 K スターチャートプレゼンツポップコーントップテンフライデー、 K スターチャートピックアップアーティスト。続いては K スターチャートピックアップアーティスト。今週は先月12月6日に日本でのサードシングルリットをリリースしたステイシーの皆さんからコメントが届いています。2回目ということでいろいろ伺いました。早速聞いてみましょう。アイドルチャンプユーザーの皆さん、ポップコーントップ10フライデーをリスナーの皆さん、ひとみさん、せーの、明けましておめでとうございます。ステイシーです。ひとみさん、久しぶりです。よろしくお願いします。아이사です。아무래도새해니까떡국이정말먹고싶어지고요그리고약과도함께먹으면좋을것같습니다세인데스올겨울의패션테마는목도리랑바라클라바입니다수민데스추운계절에집에서지내는가장즐거운방법은바로바로따뜻한이불속에서귤을까먹는것인데요그게가장행복하게지낼수있는방법이라고생각합니다이은데스저는개인적으로은행업무를혼자볼때어른이되었다고생각합니다시은데스저는어제에코스메에가서저희스테이시가광고로나오는사진을보기도했었고그리고또거기서제품을구매를했었는데쇼핑도동시에했고요그게기억에남습니다제이데스대기실에서슈를선물해주셨는데슈가너무너무맛있었어요ということで、ステイシーの皆さん、明けましておめでとうございます。そしてコメントもありがとうございます。ひとみさん久しぶりですって名前呼んでくださったのが、すごくすごく嬉しかったです。ちょっと私の聞いた限りで翻訳をさせていただきたいと思います。まずはアイサさん。新年に食べたくなるものは、韓国であるトックっていう、お餅が入ったお雑煮ですかね、みたいなものと、あとヤッコアっていう韓国の伝統のお菓子を食べたくなりますっていうふうにおっしゃってました。続いてセウンさん、今年の冬の気になるファッションアイテムはマフラーとバラクラバーだそうです。続いてスミンさん、寒い冬のおすすめの過ごし方はあったかい布団の中でみかんを剥くこと、その時間が一番幸せな過ごし方だと思いますって言ってました。可愛いですね。そしてユンさん、これびっくりですよ。大人になったと思う瞬間は銀行で手続きを一人でしてる時。まあ確かにね、考えてみればそうですけど、びっくりです。そしてシウンさんは日本での過ごし方というか滞在中に何してたかっていうことに対して、アットコスメに行ってステイシーが広告をやっている写真を見に行って化粧品も買って楽しい時間を過ごしたと言ってました。そして最後にジェイさんは楽屋で美味しいシュークリームをプレゼントしてくれて、それが本当に美味しかったっておっしゃってました。ちょっと私もシュークリーム大好きなので、どこのシュークリームだったのか聞いてみたいぐらいです。続いて日本でのサードシングルリットについても伺いました。ステイシは12月6日にジャパンサードシングルリットをリリースしました。この曲は私らしく人生を楽しもうというメッセージをドリルビットに乗せて日本語と韓国語を混ぜて表現しています。リリリリリッと繰り返されるサビも魅力的なので、いっぱい聴いてくださいね。ミュージックビデオも素敵な仕上がりになっていますので、ぜひチェックしてくださいね。それではステイシーでリッと聴いてください。お送りしているのはステイシーのリッドです。ね、ミュージックビデオも見たんですけど、すごく可愛くて、ね、メンバー一人一人のテーマがあって、ね、そのソロシーンがとても可愛らしいですが、リリリリーと繰り返されるサビ、中毒性ありますよね。ステイシーの曲はいつもポップな感じで本当に可愛いですよね。ステイシーの皆さん、ありがとうございました。以上、Kスターチャートピックアップアーティストでした。ポップコーン。東京 FM K スターチャートプレゼンツポップコーントップ10フライデー、アプリアイドルチャンプの投票機能と連動した K スターチャートに加え、ステイシーの皆さんからのコメントもお届けしました。ね、2回も出演してくださって、ひとみさんって言ってくださって
めちゃめちゃ嬉しい時間でした。ありがとうございます。勝手な自己満ですが、はい。そして K スターチャートという名前、皆さんぜひ覚えてくださいね。アプリアイドルジャンプでは毎週 K スターチャートの投票を受け付けています。ぜひアプリストアでアイドルジャンプをインストールして投票に参加してみてください。投票の締め切りは月曜日の夜7時となっています。また Spotify で毎月公開される番組公式プレイリストもぜひチェックお願いします。そしてこの放送の後18時半頃にはオーディと Spotify で私本田ひとみのアフタートークが配信されます。アフタートークでもメッセージを紹介していますので、私本田ひとみへの質問や一押しの K-POP アーティストへの応援メッセージなど番組ホームページの投稿フォームからぜひ送ってください。それではまた来週金曜日にお会いしましょう。 AKB48 本田ひとみでした。2024年いい年になりますように。